の空間に充満する負のオーラの正体は、ゴブリンの王様の200年分の憎しみだったんですね。でも、そんなのって、悲しすぎます。かっかっか。すべては今日、この日この時のために。さあ、ヘカトンケールよ。人間の秘める闇を打ち消すべく、その光の力と共に目覚めよ。残った悪鬼どもを片付ける。俺にはわからんが、あの像が危険なら壊してしまってはどうだ。ダメです。あの像自体が眠っている聖少女。覚醒しかけている今、変に刺激を与えたら何が起きるか。じゃあ今できることは、なるはやで残りのゴブリンを倒すことだね。うん、急ごう。あと少しだ、クソったれめ。最後にゆっくりとあいつの首を切り落としてやる。兄さん気をつけて、敵も必死みたい。憎め、もっと憎め。もはや誰彼構わず、負の感情はヘカトンケールに送られる。あともう少しで神下ろしが完了する。さあ、もっともっと憎むがいい。期待の力はこの時のため。ゴブリンありました。よし、ごめんなさい。はい、そこに入りました。だってカブトの王を死ぬよ、ですね。いよいよ光の巨人が動き出しそうだぜ。ルシウスさんの憎しみに光の巨人が共鳴してます。え？じゃあ何？ルシウスを止めないとダメじゃない？でもルシウスのやつ、ゴブリンに対する憎しみの塊だからな。そう簡単に止まるとは。ルシウス！それ以上ゴブリンたちを殺しちゃダメ！罠だよこれは！何？うん、邪魔はさせるか。ティーナちゃん危ない。ティーナ。まあよい。さあ、恩衆の剣士よ、憎め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 、心の底から憎むがいい。なんてこった、光の巨人が動き出したぜ。ティナさん大丈夫ですか？大丈夫、大したことないわ。それより兄さんは？くそ、一足遅かったか。光の巨人が覚醒したみたいだね。くだらん。王の首を取る前座としては上等だ。聖少獣だかなんだか知らんが、我が白人のサビにしてくれる。俺の蒔いた種だ、自分で始末をつける。何言ってるの兄さん。聖少獣相手じゃ団長さんとルリアちゃんなしじゃ叶わないよ。
ここまで一緒に戦ってきたんだからさ、頼れるところは頼っていいと思うよ。力を貸してくれるか。当然だという顔をしているな。ではその気持ちに甘えよう。あら、珍しくルシウスが丸くなってる。きっと嬉しいんだよ。よっしゃ、じゃあここは力を合わせてヘカトンケールをおとなしくさせようぜ。光の巨人は憎しみを糧に動く。